前の友成は、日本の俳優、映画監督、岡山県倉敷市出身、ブレスチャベス事業部所属、岡山県立倉敷天木高等学校卒業、大阪芸術大学芸術学部映像学科卒業、中央大学文学部哲学科卒業、大学一回生の時に、石井雄也監督作品のむき出し日本に、照明助手、役者で参加。初の長編。 ショッキングピンクでは主演、監督を務め、同じく監督したゴーゴーマリコは、ハンブルク日本映画祭に正式招待され、京都国際学生映画祭では入選した。監督、脚本、主演した足の生えた大人弱視は、2009年に第4回、福井映画祭にて、観客賞と、 田中光都監督賞を受賞し、2010年には、夕張国際ファンタスティック映画祭のオフシアターコンペティション部門で審査員特別賞と、シネガーアワードを受賞した。2011年3月大阪で行われた映画祭のトークショーでジョニー等から、彼は将来有望な監督だ。と評された。一般人女性と6年間の遠距離恋愛の末、 2014年3月28日に結婚。結婚の事実は同年4月4日、映画大人ドロップの舞台挨拶で主演の池松壮介が発表したことによってこうになった。知人や先輩に結婚の報告をする前に公にされてしまったので、舞台挨拶後にすぐさま連絡し回ったという。翌年に第一子となる男児が誕生し、現在は二男の父である。 2016年に出演した映画、エミアビの始まりと、始まりで演じた漫才コンビ、エミアビのコンビ名で、森岡龍と共に、M、M-1 グランプリ2016に出場し、予選の1回戦を突破した。2017年には連続テレビ小説、和の天下の劇中でも、王の拓郎と共に、 お笑いコンビ役を演じ、M-1 グランプリ2017に、潮干狩りのコンビ名で出場し、予選の1回戦を突破した。2016年、岡山暴れの国大使に任命される。ありがとうございます。